チョコ。三つ棒もいっぱい。うん。可愛くない？可愛い。ほらこれも可愛い。可愛いんだけどめっちゃちっちゃい。可愛いこれ。めっちゃ可愛いよね。うん、めっちゃ可愛いよ。本当にやばいんだよ。めっちゃいいそれ。いいよね。うん。もう究極に頭ちっちゃい人じゃないと。それか子供だね。うん。ちょっとモヘアっぽいニット。かわいい。かわいいよね。使いやすそう。最強マフラーでございます。かわいい。これかわいいんだよ、これ。かわいくない？ワーゲン。どこのチームかわかんないよ。かわいい。めっちゃかわいいよね。うん。かわいい、見て。ねこれかわいいんだよ、これ。このクーマ。いい感じ。かわいい。これもかわいい。見て。うん、かわいい。これはサイクリング系。あ、いいですね。サイクリング系の、あの、バーツメのなんか。でこれはもうザ・ワイ続け。あ、かわいい。いい。あ、透過するってこと。それでは採寸をしていきます。着目、こちら緑のゴジャティ。見て、使ったことないんですよ。だけ63。これ絶対パソコンとかでさ、やった方がいいね。ほんとだよ。B&P っすよ。ねえ、ねえ、61。やばくない？紙でやってんのやばくない？やばいよね。はい、皆さんこんにちは、ヤビユナです。どうも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 。はい、今日はですね、私の古着販売のお知らせを皆さんにさせていただきたいと思います。もうめちゃくちゃいいニュースなんで、ぜひ最後まで聞いていただけたら嬉しいです。ですね、私ポミマートっていう個人販売の古着をやっているんですけど、今回そのポミマートの配信販売が決まりました。イエーイ。はい、日時はですね、28日、来週の火曜日ですね、火曜日の20時半からスタートします。ライブ配信っていうのが、皆さんドロップっていうアプリご存知ですか？もう古着好きなら絶対知っておいた方がいいアプリなんですけど、そのアプリが簡単に言うとライブ配信で古着を販売するアプリになっています。多分古着以外にもいろいろ売ってる人いるんですけど、基本的には古着を販売している方がすごく多いです。このライブ配信の面白いところが、配信を見てるリスナーさんが金額を決めて購入できるアプリになってます。どういうことって思うと思うんですけど、簡単に言うとオークション形式になります。なので今回私ポミマートのアイテムも売るんですけど、その前にフリマ、この前ね断捨離動画出したと思うんですけど、そのフリマで自分が着なくなったお洋服を大量に出そうと思ってまして、ドロップの面白いのが100円スタートとか500円スタートとか、こっちで金額をまず1回決めるんですね。で、決めた金額からリスナーさんがこの金額なら欲しいっていう金額をどん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 みんなでこう競ってって、最終的に、一番こう高額で落とした人が購入できるっていうアプリになってます。なので買える買えないちょっとそわそわするんですけど、リスナーの皆さんが結構参加して楽しめる、配信販売になるのかなと思います。で、今回私フリマのアイテムとかはもう本当にどうぞって感じなので、ほぼほぼ何百円スタートとかで始めようと思います。例えば持ってこ洋服が、こういう厚手のニットとか、まあ、結構ねやっぱ私サイズになっちゃうのでレースが多いんですけど、この鍵編みのベストとか、あとこの辺もよく着てたな私、フィラのニットですね、ロゴがついててすごい可愛いニットとか、あとこれはねメンズも着れるんじゃないかな、私がねモッツコートのようにずっと使っていたカーキのこういうコート、これもね、まあ、もうモッツコートをゲットしたのでこの子はいいかなって思ってフリマでドロップに出そうと思うんですけど、こういう結構これは愛用してました。めっちゃ形が良くて、でちょっと光沢があるのがすごい好きで、これもよく着てたんですけど、こういうアイテムとかこういうニットとか、いやこれもねよく着てたね、トミーの薄手のニット、あとこれ、このメキシカンパーカー、私が
富山かな、富山の古着屋さんで一目惚れしてめちゃくちゃ着ていたこのキシカンパーカーとかもドロップのフリマのコーナーの方で販売しようと思ってます。もうこの辺とかは格安で出すんですけど、あとポミマートの商品も紹介しようかな。ポミマートの商品は今年イチオシ男女使える、こういうね、めっちゃ可愛くない、この子たち。サッカーのねスポーツマフラーなんですけど、これとかすごい可愛くて、あとこれすごい可愛いんだよね。これメンズも着れます。レーシングの大きめのアウターなんですけど、これ後ろがこういう感じでタオル生地になってるんですよ。めっちゃ珍しくないですか。これすごいプレミア級に可愛いアウター。これちょっとぜひメンズの方も狙ってほしいですね。あとねメンズもちょこちょこあって、これも可愛い、メンズのナイロンのジャケット、これ結構大きい、3XL とか、そこまでいかないかな、 2XL ですね、 2XL のナイキジャケットとか、メンズもいい感じに着れるのをちょこちょこ出そうと思ってます。こういうナイロンの V ネックとかもメンズ着れるやつとかもあります。はい、こんな感じで、メンズレディースともに楽しめるライブ配信をしようと思ってるので、ぜひ皆さん11月28日20時半からね予定を空けていただけたらなと思います。私もあんま生配信っていうのをこう今までね YouTube ライブとかも全然やってきてないんですけど、ドロップすごい調子よくて楽しかったら、これからどんどんドロップでも販売していこうかなと思っております。なので第1回目、あ、言ったらね第2回目なんだけど、1回京都のポップアップ行った時にポップアップ終わりにやらせてもらって、そこでもね何着か売れてすごいありがたかったんですけど、あ、これも可愛いよ、そうどんどん出てくるんじゃん。これもメンズに多分人気だと思う。フィッシングベスト、カーキのフィッシングですね。でポッケめっちゃついてて一番人気の形が、こういうのもあります。なので皆様一度ドロップというライブ配信アプリを入れてください。これは強制です冬服欲しい方強制です。なんなら今いらないな、でもちょっとドロップってアプリどんな感じなの、まあ、ちゃちゃつけに来ていただいてもいいので、登録とあとお支払い情報とかを入れておくとスムーズに購入することができます。あとやべゆうなって調べてもらうと私のページがあって、そこフォローしとくと何日にやりますとかの通知とかも行くので、フォローしていただけたらなと思います。今一回どんな感じでやってるか見てみる。一人やってる人いるんだよね。ゆうたろうライブさんが今やってますね。ローファー初出店、初見大歓迎、100円スタートもあり、冬服アウターって書いてます。今日も見ててください。こんな感じですね。ゆなーいさん、ゆなーいさんさんから来てます。初見店、初見店が全品対象の100円で あるんで、できるので、あ、すごいですね。出てきたらぜひ教えてください。こんな感じで、これはコットンと 5% カシミヤが入ってる。めっちゃ今リーダーズ流れてますね。これ使えないの。あと LLB、 こちらも LLB、 LLB の V ネックのニットを上げてますね今、はい、こういう感じで古着屋さんがね営業終わりにライブ配信して、その古着屋に行けないけど商品買いたいっていう人とかも購入してる流れがよくあるのかなと思います。ということで、ぜひ皆さんドロップ入れて12月28日20時半ですね、待機して待っていただけたらなと思います。もしね見れないよっていう方がいたら、ベースの方でも今後ポミマートのアイテムは出展していくと思うので、ぜひねポミマートのインスタグラムの方もチェックしていただけたらなと思います。ということで今回はライブ配信の告知でした。最近ね動画の投稿が結構空いてしまって、自分的にはうずうずしてるんですけど、もっともっと投稿頻度上げれるように頑張るので、これからもやべゆうなのことよろしくお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ちょっと最近風邪流行ってるからみんな気をつけてね。私は3日前まで体調崩してました。バイバイ。それもし似合いすぎでしょ。え？似合いすぎでしょ。かわいいよ。で、それ被ったら似合わんかった。もう被って。大丈夫だったでしょ。そう。どうやって被るの？変じゃないよ。え、変じゃない。変じゃない。なんかさ、おしゃれな人が被ってるよね、それが。おしゃれな人は何でも被る。おしゃれなダンサーが被ってるイメージ。
元の子育て頑張ってるママたちにお洋服を送るの。うん、きょうちゃん好きそう、この辺の2人。この前子供2人に会ったとこが元気になった。